このグレーに差し色の黄色がめっちゃ渋くてかっこいいです。皆さんこんにちは、ジェイソンのグルーだ。ヒロだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。レゴスピードチャンピオン、シボレコルベット C8R レースカー &1969 シボレコルベットです。はい、今回はこちら組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2021年に発売されたレゴスピードチャンピオンです。外箱はこのようになっていて、このレゴスピードチャンピオンは2台1セットです。僕個人的に2台1セットの方が動画2本撮れるのでめっちゃいいんですよねこれが C8R レースカーで、これが1969シボレーコルベットです。はい、箱の後ろはこんな感じです。しかもこのレゴスピードチャンピオンにはオフィシャルライセンスシールがあります。こちらの定価は5780円で、ピース数は512個です。確か僕これ地元の山田で3000円で買いました。はい、今回の動画ではこちらの CR8 を組み立てます。Grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like Oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up Cause enough is enough組み立てが終わりました。この C8R レースカーめっちゃかっこいいですよね。これ作って思ったんですけど、濃いグレーの配色がめっちゃかっこいいですよね。はい、では今からこちらのシールを貼って完成させます。ちなみにシールは全部で29枚あります。ではシールを貼って完成させます。せーので、完成。シボレーコルベット C8R レースカーです。はい、完成しました。今回結構割とシールが多かったので、シール貼りに10分かかったので、全部作るのに40分かかりました。このグレーに差し色の黄色がめっちゃ渋くてかっこいいです。はい、ではまずはドライバーのミニフィルからいきましょう。全体をぐるっと見ますと、このようになってます。今回のレーシングスーツもめちゃくちゃ気合入ってますね。ちょっと見えづらいですけど、シボレーのロゴがあったりで、後ろにもロゴがあります。そしてヘルメットがついてますので、このように付け替えることができます。ではこちらの C8R レースカーを見ましょう。全体をぐるっと見ますと、このようになってます。では近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。ヘッドライトはシールで再現されてるところもあれば、このようにクリアパーツで再現されてるところもあります。普通ならここシールなんですけど、こういったプリントパーツで再現されてるところが結構いいなって思います。横から見るとこのようになっていて、この部分はがっつりシールで再現されています。はい、続いてはボンネット部分はこのようになっていて、ボンネットのこの部分はプリントパーツになっています。個人的にこの黄色いラインが一直線になっているところがすごい綺麗だと思います。裏側から見るとこのようになっていて、裏側のこの部分はエンジンが内蔵されています。ウィングはこのようになっていて、黒ベースに差し色に赤が使われています。はい、背面はこのようになっていて、背面のバックライトについてはがっつりシールで再現されています。マフラー部分のパーツはこのように再現されています。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。ホイールについては2種類付属します。では操縦席部分を見ましょう。はい、操縦席部分はこのようになっていて、今回カーナビとかレバーとかは一切ありません。まあ、簡単なんですけど、座椅子の造形はあります。ではミニフィグを乗せます。
ちなみにこの C8R はミニフィグが2体乗れます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。では最後にいろいろと比較しましょう。まずはこちら、じゃーん。同じシボレーのカマロと並べるとこんな感じです。このカマロについては9番のレゴスピードチャンピオンなので大きさが全然違います。よく考えたら昔のレゴスピードチャンピオンってめっちゃシールありましたよねそう思えば今のレゴスピードチャンピオンってほんと作りやすくなりましたよね。では続いてはこちら、じゃーん。E パフォーマンスと並べるとこんな感じです。まあ E パフォーマンスの方が明るいグレーで、今回作った C8R が暗めのグレーなので全然違いますね。個人的に造形がちょっと似てるんですよね。ウィングとかは全然違うんですけど、ボンネットの造形がちょっと似てますね。はい、そして最後はこちら、じゃーん。日産 GTR スカイラインと並べるとこんな感じです。これも先ほどの E パフォーマンス同様、グレーが明るいグレーになっています。ちなみに高さについては GTR の方がちょっとだけでかいです。はい、レゴスピードチャンピオンシボレーコルベット C8R レースカーはこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオンシボレーコルベット C8R レースカーを組み立ててレビューしてみました。まずこちらの C8R レースカーのカラーリングが黒いグレーベースに差し色に黄色と赤色が使われているところがめちゃくちゃ渋くてかっこいいと思いました。そして小さいパーツとかで造形をしっかり再現されているところがとてもいいと思いました。まあ個人的に言えばこれシール貼るのすごい大変だったんですけど、作ってみてめちゃくちゃ完成度が高かったです。はい、次の動画ではこちらの1969シボレーコルベットを組み立てます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ヤハハハハ。